薄木港、フェリーターミナル薄木港は、大分県薄木市にある港湾である。港湾管理者は、大分県。北側を、佐賀の関半島、南側を長木半島に囲まれた薄木湾の湾王に位置する港で、薄木市の中心市街地と近接する。港内には、薄木鉄鋼所を継承した、薄木造船所がある。九州と四国の間の分護水道に面しており、対岸にある、 愛媛県八幡浜市との間に定期フェリーが就航している。現在のフェリー埠頭は1988年に供用開始されたもので老朽化しているとともに、校内にはフェリー埠頭の他に造船所、魚市場が混在していて、フェリー等の大型船が入港する際には小型船の航行が危険であるため、2003年から現在地の約500メートル東側に、 シンフェリー塔の整備が行われており、2020年度の完成が予定されている。薄木湾内にある無人島の津久み島との間には、定期航路はないものの、下記の海水浴場及び、キャンプ場利用者や釣り客のための世渡し船が、この港から出ている。2015年度の発着数は4920席、利用客数は1754人である。 薄木港内の宇和島運輸フェリー、大分、薄木港に停泊する94オレンジフェリー、オレンジ九州。ありがとうございます。